ウィリアム・アドルフ・ブグローの1862年の絵画、オレステースを攻める、復讐の三女神。クライスラー美術館所蔵。エリーニュスは、ギリシア神話に登場する復讐の女神たちである。複数型でエリーニュエス、または、フューリーズとも称する。日本語では長母音を省略して、エリニュス、エリニュエスとも呼ぶ。古くは、数が不定で、 多数からなる女神であったと考えられるが、広大の神話では、アレーク島、ティーシュポネー、メガイラの三女神に整理された。親殺しや犠牲の罪に対する復讐の女神たちとして知られる。オリュンポースの神々とは異なる祭祀を受けた。神話によればクロノスがウーラノスを襲って虚勢した時、ウーラノスの傷口から血が大地母神の上に滴り落ち、そこからエディニュスと メリアスたちが生まれたという。メリアスはトネリコのニュムペイである。エリーニュスは冥府にあるエレボスに住み、頭髪は蛇頭は犬、身体は墨のように黒く、コウモリの翼を持ち、血走しった目をした老女の姿をしている。手には聖堂の病のついた鞭を持ち、これで撃たれた者はもがき苦しんだ末に死ぬ。エリーニュスたちは恐るべき女神であり。 本当の名前を出すことははばかられるため、エウメニデスと呼ばれる。初期には、母親に対する侮辱や暴行に対する復讐を、司さっていたと考えられ、訴えに応じて町から町へ、国から国へと罪を犯した者を追跡し、情け容赦なく罰する神と考えられた。時代が下ると、若者の老人に対する無礼、主人の客人に対する非礼、 権力者の単眼者に対する欧兵な態度などについても追求するようになった。ギリシア神話のよく知られるエピソードでは、オレステイア三部作の中の第三曲、慈しみの女神たちに出ている。母ヨカステイの死の原因となったオイディプス、テーバイゼメの七章の伝説で母、エリピューレイを殺したアルクマイオオ,オミやトロイア戦争後に、 クルタイムネストラーを殺したオレステースを追跡して狂気に追いやった。エリーニュスの信仰は特にアテーイに広がっているが、アテーイにあるアレオスパゴスの近くに彼女たちの神殿があった。ローマ神話においては、フリアエ、またはディーラエをエリーニュスに対応させた。アエネイース第四巻の注釈の中でセルウィウスは、復讐の女神たちが住む領域で異なる呼び名となると、述べ、 地上では、振り絵、明快では、絵うにです。天井では、ディーラえになるとした。ありがとうございます。